青山彩香です。一木久式野市に移住して半年の22歳です。ピチピチです。一木久式野市役所シティセールス課スポーツ交流係の SNS の担当みたいな鹿児島国体のアカウントになるんですが、クリーンアップもやってるんで興味があったら参加してください。西豚食パンと納豆卵。 A コープの火曜水曜は安い日なんですよ。お肉とか野菜が、それを狙っていつも3、4000円分買ってます。美味しいご飯屋さんとおしゃれなカフェが多い町、一番行ったお店が多分アジサイなのでめっちゃお肉が美味しい。白浜コーヒーもあそこも美味しい。テラスの方に行ったらハンモックがあるんですよ。あそこから見る海はめっちゃ綺麗。運動を心がけようとは思ってます。でっかい総合体育館があるじゃないですかあそこのジムでこうやって頑張りますあそこで夕日が見れたらもうめっちゃ綺麗だと思うし、もう見れたあなたはラッキーって思う。あ、見たか。皆さんも散策してみてください。はい、真田です。26歳です。だいたいドラ盛り何でも買えるですね。お酒たくさんあるです。このロータリーのところで屋台だったりバンド演奏とかも、マグロフェスティバル、俺が中学校の時に行ったらサスケの人たちが来てて、そり立つ壁とか登ったり、焼き鳥めっちゃ美味しいです。低音サークルでコピー版をしててオリジナルを作り始めたのが今年か。 YouTube に上げてみたり、この動画のエンディング用に作りましたよ。クスキノに住んでたらどこにいるか分かるような歌詞にしたので、恋愛モノチックなその町に元々住んでる人に惹かれて、だからどんどん町にも惹かれてみたいな。鹿島の白浜温泉だっけ、あそこの露天風呂めっちゃ眺めいいよね。いいです。原田です。鹿児島の人すごく温かくて、
文化も結構好きなのね。食文化で言ったら、もう鶏刺しがめちゃくちゃ美味しいし、あんなに安くてあんなにうまいものがスーパーで売ってるのかっていうところがあるし、マグロラーメンね、めちゃくちゃうまいね。焼酎とかも安くて飲めるし、人柄の方で言うと、まあ、すごくみんな面倒見がいいというか、気にかけてくれる方がいて、居酒屋とかでもすごい気軽に話しかけてくれたりとか、しまいにはサウナとか行っても話しかけられたりとか、見えないつながりとか温かさっていうのを鹿児島にはあるなっていうのがあって、やっぱり人かな。結構便利で、ドラッグストアとか4つあるのかな、ドラモリ、コスモス、マツキヨ、あと何だったっけ、ドラッグイレブンか、シムタもダイワも、太陽もあるから、でこれが近い距離であるわけよ。朝洗濯回してる間に長崎花の公園に行って、で本読ん で晴れた日とかに行くと、もうすごい海がねめちゃくちゃ透き通って見えてて、春夏秋冬全部行ってたんだけれども、全部がねすごい癒されるわけよ。近いっていうのを多分イメージつくんだけど、実は山も近くて、で山もしかも登れて、ここはすごい、なんだろう、ドラえもんのね、ブリキのラビリンスの映画であるようなシーンなんだよね。あ、これカットしてもいいんだけど、のび太がこう山でスキーしながら降りてきて、でいきなり海水浴になる、そのぐらいコンパクトな場所で自然を満喫できる場所だったっていうのは驚いたところかな。初めてカブリだけに登りました。最初はきつかったけど、登ってしまえば楽でした。カブリだけの中ってなんかちょっと神聖な感じがして、マイナスイオンが出てるというかね、気持ちいいんだよね。実は頂上行く前にもいろいろ見どころがあって、カブリだけ登り始めて15分から20分ぐらいでね、あんな綺麗なところが見れるんだと思って。やったやった着きました。頂上にはすごく一木久式の市を眺望できる場所があるんだよね。頂上でラーメン食べたいなって思った。景色はもう最高でしたよ。予想以上に楽しかった。軽い運動がてらみたいな。すげえいいと思った。山登りってすごいハードル高いイメージがあるんだけども、冠岳だけに限っては初心者でも全然余裕で行けんだよね。マップもできたみたいで、登る場所に木のところにピンクのリボンみたいのがついてて、それ目印に行くと全然行けちゃうわけね。癒しスポットだ、うん、いいね、うん、秘密基地感っていうか、山頂に神社ってなんかいいよね。そこから下った後の一枚岩ってもうダーンってある岩がね、すげえ分かる。自然を肌で感じるのもあるんだけども、目で見て楽しめるようなのとかいっぱいあるから、絶対一回は登った方が面白いかなと思う。連なってるからね、いろんなとこからの景色が見えてよかったっすね。
うどん屋さんに行きました。めっちゃ美味しかった。汗だくになってでお腹空いた状態でうどん食べて温泉入ってめちゃくちゃリフレッシュできるんだよね。一木久式の市の方に聞くと、まあ、お祭りの町だみたいに言うわけよ。まあ、今十分に一木久式の市の楽しめてるけども、これがお祭りがあることでもうどんどん楽しめるようになるのかなと思うと、なんかこの先もすごく、この町で生活できるっていうのが嬉しく思うところです。はい、スタート。はい、食べてきて溢れて吸って全部全部